半章校は中華人民共和国の小説家。代表作に小説、ガツラン、パパ、馬橋支店。原石は、湖南省、県で、1953年1月1日に、湖南省庁佐市に生まれた。1965年、調査市第七中学に入学。1968年以降、湖南省骨裸県に、家宝、農業に従事。 1974年、小倉県文化館に入館。1978年に、コナン市大学中文系に入学し、1982年7月に卒業。1982年7月に卒業した後、コナン僧公会に配属される。主人大きな雑誌の編集者、副総編集長に任命。1985年武漢大学英文化で研修し、 湖南省作家協会の専門作家を担当し、中国作家協会理事に選ばれた。1988年、海南省に転任し、海南記、ミノル雑誌の編集長を務めた。1995年、天外雑誌の社長に就任。1996年、海南省作家協会主席に当選。2000年、第3回海南省文学芸術会。 連合会主席に当選。同省政教委員、上位、省人大代表を兼務。2018年、彼は招かれて、湖南大学の教授に任命された。1980年、1981年全国優秀短編小説賞。2002年、フランス文化賞芸術文化勲章。2007年、第5回加護文学伝中立大賞の結出作家賞。 第4回路人文学賞。吉国第2回肥も満館語文学賞。2014年第5回校、老夢賞。ありがとうございます。